今日はみんなで潮干狩りをします。潮干狩りか。潮干狩りはチビ怪獣たちに人気の遊びなんだよ。楽しいだけじゃなく、取った貝は食料にもなるからな。今日は取りまくるぞ。あー、ほどほどにな。いやー、こわっ。ホラーの出方。ヘドさんだ。ヘドさん、こんなところで何してるんですか？わしは海岸の掃除をしておるのじゃ。綺麗好きじゃから。ヘドルの怪獣なのに綺麗好き。確かにゴミが落ちてるな。ヘドさん、自然を守るのは本当に素晴らしいことだね。その通りじゃ。誰か知らんが。ダッパー！覚えてやってくださいよ。すぐへこむんですから。どうするこれ。まあそのうち戻るでしょ。はい、ヘドさん、質問です。なんじゃ。ゴミは一体どこから流れてくるんですか？これらのゴミはな、その昔人間どもがまだ存在していた時代に捨てたものじゃよ。それが遠い海の向こうから時間をかけて流れてくるんじゃ。へえ。そしてそのほとんどが争いの道具ばかり。全く人間は愚かじゃ。考えさせられる話ですね。例えばこれ。洗面器ですね。これは頭を守る道具でな、愚かな人間どもはこれとハンマーを使ってかぶったり叩いたりして争っておったんじゃ。いや、そりゃそういう遊びですよ。叩いたりかぶったり、時にじゃんけんポンしたり。じゃんけんポンの時点で遊びじゃないですか。楽しそう。次はこれじゃ。スーパーとかの値引きシール。これは悪魔の札。時計の針が犬の刻を刺し、これらが貼られた瞬間に札の魔力に取りつかれた人間たちは一斉に争いを始めるのじゃ。夜7時のタイムセールを争いって言うな。そしてこれも戦争に使われた道具じゃ。シャーペンが。愚かな人間どもは自分の学力を誇示すべく入試という名の競争が激化していったのじゃ。受験戦争のことですかね。確かに戦争ってついてるけど。勉強なんて愚かな。勉強してんだから愚かではないだろ。でもゴミが流れてくるのはなんかやだよな。わかる。そうだ、いいこと思いついた。あ、復活した。ゴミを拾ってこの海を僕のように美しくするっていうのはどうだい。ゴミだらけにしろってことか。だと。すぐ落ちるな。よし、僕たちもゴミ拾いをしよう。さすがコジアン、いいこと言うぜ。チビラドも言ってたけどね。ゴミ拾いはまず自分たちが出したゴミを拾うところからじゃぞ。え、僕たちゴミなんて出してなくないですか。あれ、チビラドにもうちょい優しくして。